どうもこんにちは、たかしでございます。本日もゆるゆるとカメラについてのお話をやっていきたいと思います。このチャンネルではカメラ楽しいをコンセプトに様々な動画をお出しております。ぜひ初めての方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけでね、昨日に引き続き体が痛めなんで、何かしらの支障がもしかしたら動画に出るかもしれませんが、お許しをいただければなと思っております。そしてその原因になりました事故の動画をサブチャンネルにて昨晩アップさせていただきました。概要欄にありますので、こちら見ていただけるとね幸いかなと思っておりますが、マジで首痛いっす。あとね、証拠のために話しておくと右手がしびれております。なんでね、ちょっとこの秋のハイシーズンで撮影も始まっちゃうんですよ。大丈夫かなと思って、でも病院にはちゃんと通わなきゃいけないかなと思っているんで、明日ねまた病院に行っていきたいと思うんですけど、今のところねカロナールを3回飲んでいるんで、そのおかげでまだ痛みが和らいでるかなっていう感じでございます。でまたこんな話をしているとお前こそティーザーだと言われてしまうので、このくらいにさせていただきまして、今日の本題はねティーザー4が出ました、ニコン Z9 のお話をやっていきたいと思います。これね、明日の20時45分からオンラインの生発表会があるみたいなのでね、これはね楽しみですよね。ぜひね、YouTube で発表されるみたいなんで、皆さんもねチェックをいただければいいんじゃないかなと思います。多分今まで見えてこなかった部分とかっていうのも全部明るみになるんでしょう。本当にねじらしますね、この1日ですよ。今日と明日の1日ずらす意味みたいなところがあるんですけど、やっぱりねワクワクを募らせられたかなと思いますし、あとこのワクワクを邪魔してしまったら間違いなく公式の資料が出ちゃったっていうところですよね。おもらし良くないなっていうところかなと思うんですけど、でも十二分に僕たちは楽しみをいただけたんじゃないのかなと思いまして、その上で、資料だけっていうよりもちゃんとした発表がやっぱり楽しみなので、明日はしっかりとねまた動画をお出しできればなと思うんですけれども、僕たち寝れないですね。先ほどまで矢沢さんのね、生配信を見ていたんですけれども、生配信もちょっとやってみると面白そうですね。みんなとドキドキを共有できるっていうのは非常に面白いことかなと思いました。で実際のじゃあ動画を見てみてどうだったのよっていうところなんですけれども、まず気づいたところとしては2つ、今回は2つでした。1つ目は、100-400、これがねついに姿を現しました。でこれはね噂されていましたし、リークにもだいぶ出てしまっていた情報なので、これはね、順当に出てきたという感じでございます。あとはねこれテレコン入ってるっていう噂がところどころ出てたんですけど、入ってないんすかね。テレコン入ってたらマジ素晴らしいことになるんですけどね。そしてね、分かったこと2つ目としては、ブラックアウトフリーでの連写が見られたんじゃないのかなと思います。これは連写をしている時に、ファインダーの中を見せてくれたわけなんですけれども、全然こういうのはなかったですよね。そもそも、このカメラシャッターはどうなのって話は出ているんですけれども、明確な証拠的なものはやっぱり出ていないので、これもね明日に持ち越しかなというところなんですけれども、やっぱり動き物撮る時にはねブラックアウトしないとねかなり追いやすくなると思うんで、これはいいことというか、当然の正常進化の一桁キーであるということなんじゃないのかなと思います。あとね僕が、気になった点はこれですね。濡れてたんですよ。そうだからプロ機としてちゃんとね雨の日とかでも撮れるような仕様に Z9 そして100-400のレンズはしっかりと防塵防滴な処理をされている、当然通常のカメラよりも強固なものがされていると思っても良いでしょう。なぜなら濡れているっていう描写が映っていたから。ただこれもミソですげえ雨降ってる中での写真じゃないんですよ。だから完全な防塵防滴ではないっていうのは多分その通りかなと思います。やっぱり防塵防滴については圧力の関係で、かなり頑張ってもいっぱい圧力かかると入ってきちゃうよねっていう問題がどうやらあるみたいなんですよ。なんでそういった部分に関してはある程度配慮が必要だけれども、そこそこ雨の中でも使って大丈夫ですっていうカメラに仕上がったということですよね。当然ではあるんですけどね。そしてこれも当然ではあるんですけれども、終始オートフォーカスの、描写がある場面では
前後のオートフォーカスの追従っていうのもね、申し分なくやってくれるという描写もね、含まれているんじゃないのかなと思います。まあ、この辺はもう本当一桁機なんで当然で、あるというところなんですけれども、まあ、今までね、なんていうのかな、信頼性が低かったニコンのオートフォーカス、まあ、当然合う合わない、実際合う合わないは別ですよ、合う合わないは別なんですけれども、ニコンってオートフォーカス弱いよねっていう評価がどうしても消えなかった、消せなかった部分っていうのをこの Z9 がね、しっかりと払拭をしてくれるんじゃないのかなと思います。多分ね、このなんとなくっていうのも Z6 と Z7 っていうので、まあ、引っ張ってきた期間が長かったっていうところに起因されてると思うんですけれども、 Z6-2、Z7-2 って、まあ、マイナーアップデートになってしまったため、そこでそれを打ち消すだけのインパクトっていうのはどうしても得られなかったんですよね。まあ、それをこの Z9 ではしっかりと打ち消してくれるということなんですよ。まあ、これでね、ニコンの株も爆上がりかなと思いきやですよ、キヤノンの、ね、決算発表により、まあ、この、ね、カメラ市場の規模縮小というのはね、まあ、顕著なんじゃないかという投資家の判断のもとね、カメラ業界は軒並みね、株価を落としております。で、ニコンも当然落ちてしまっていて、まあ、これでね、Z9 の発表でこの株価が上がるのか下がるのかっていうところがあると思うんですけど、なんかちょっと危ない気配がしてきましたね。これキヤノンのね、決算発表の前とかにうまく出せてったら多分爆上がりしていたと思うんで、なんかこれなんかうまいタイミングにはまらなかったなっていうところは正直あります。まあ、ただね、この Z9 は間違いなく株価については明るい影響を及ぼすものだと僕は思っていますし、カメラ業界でもしっかりと爪痕を残すようなカメラになるんじゃないのかなと思います。ソニー、キヤノン、まあ、いろんなメーカーを含め、まあ、完全にね、ニコンのこの、まあ、独壇場とは言わないですけれども、技術上なしっかりな優位点っていうのを示すれるだけのカメラに仕上がるんじゃないかなと思いますんで、まあ、僕はね、明日の発表を非常に楽しみにしていきたいかなと思ってます。まあ、明日の発表形式ちょっとどうなるんでしょうね。またYouTuber さんとかがやるのか、またいつものね、先生がやるのか、まあ、ちょっとね、楽しみではあるんですけれども、まあ、しっかりとね、まあ、リークされているような情報だけじゃなくて、肉付きされたもっと細かい情報とかも出てくると思います。まあ、さっき言っていた、まあ、レンズの情報ですね、まあ、いろいろおもらし情報がありますので、まあ、あえては言わないですけれども、あれ全部出てきたら僕たちの財布やばいっすよね。カメラ買ってレンズ買ってなんてちょっと とんでもないって思ってましたけど、レンズを買うだけでも結構な出費な、レンズというか欲しくなっちゃうようなレンズが出そうな感じですもんね。僕本当に標準ズームを買おうかどうか悩んでいたんですよね、 2.8 レンズを。ただ F4 同士のあれが来ちゃったら僕はそれを買ってしまうのだろうかみたいな、今ちょっと些細なラインのところにやってきております。はい、今年のね、秋のシーズンは、まあ、今までソニーで撮ってたんですけど、標準ズームの F2.8 を持っているという都合で今年キヤノンを使おうかなと思ってるんですよ。ちょっと6000万画素の α7、R4 がきつくて、すぐハードディスクいっぱいになっちゃうんですよね。なんで今年からこのキヤノンの2000万画素の EOS R6 を使おうと思ったんですけど、まあ、その4同士の、ね、ズームレンズが出てくれれば僕はそれを、まあ、基本的なスタジオ撮影には使うと思いますし、大事な場面では 50mm の F1.2 のレンズをね、使えると思いますので、なんかその辺をね、うまく使い分けられるようなポジションにまでやってくるんじゃないかなと思うんで、いや、非常に楽しみにね、したいところですよね。はい、でね、皆さん Z9 買えないよっていう人もなんで気になるかって言われると、当然この機能が下に降りてくるわけなんですよね。なのでこの Z9 の機能が充実していれば充実しているほど、 Z6-2、Z7-2、まあ、Z8 が出るのか分かんないですけど、まあ、この先に出てくるカメラ全てが潤うというね、そういったものになってきますので、いろいろ期待したいですよね。まあ、まだ未発表なもので僕が期待しているのが鳥瞳オートフォーカス、これがね、かなりちっちゃいところまで追従してくれるようだと、非常にね、鳥取りの人としてはね、そわそわしちゃうと思うんですよね。Z の写りで鳥に瞳にオートフォーカスがあってくれて、オートフォーカスもバッチリ効くなんてことになったら、 Z9 をね、欲しがる鳥取りおじさん多いと思うんですよね。鳥取りおじさんすごい財力持ってるじゃないですか。よく公園とかに行くと、
600の単焦点、400の単焦点、アルファ1とかね、いくらするんだこれみたいな装備で、高そうな三脚構えて、高そうな椅子をこうやって座ってね、なんか待ってたりするんで、そういう人たちはね、かなりゾワゾワするんじゃないでしょうかね。僕もゾワゾワするんでね、ぜひついていったらいいなと思っているんですけれど、当然一人一人オートフォーカスなんかはソフトウェアなので、後々乗せることなんかも可能だと思いますし、それをね補って余るだけの機能っていうのを Z9 をはじめ Z6II、Z7II は持っていると思いますんで、ゆっくりとねまったりとお待ちをしてもいいのかなとも思っております。当然早くついたらついたで越したことはありません。あと昨日出した動画で、人物の、ね、印象を調整することができたりもします。これはニコン独自の機能だと思いますし、これがあることによってキャノンの人物の印象を目指したい方、ソニーの人物の印象を目指したい方、そんな方もこれで調整をすることによって、ニコンのカメラでありながらキャノンの色合いを目指すことができる、ソニーの色合いを目指すことができるということになっております。ポートレート、そして人物撮影をされる方については非常にね素晴らしい機能かなと思います。で、なんでこれが素晴らしいかっていうと、別にソニー使えばいいじゃん、キャノン使えばいいじゃんじゃなくて、ニコンのカメラってやっぱり素晴らしいレンズを持っているんですよね。素晴らしいレンズを持っているって主観ではなくて、明らかにマウントの径とか、その MTF 曲線とかいろいろねあるわけなんですよね。その上で完全に上位互換になり得るんじゃないのっていう機能になってくるんじゃないかなと思います。当然オートフォーカスのシステムとかソフトウェア面っていう部分では違うんですけれども、こと写りの面で言えば、全てを束ねた頂点のこの上位カメラっていうものになれる可能性がある、そんな機能だと思っております。昨日の動画見てない方はぜひ見ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日のところはこんな感じかな。また明日ね、皆さんぜひお会いしましょう。それでは良いカメラライフを。では。